ことがあって、次はワンマンライブをやることにしたの。ペロになれちゃうってこと？いや、そうは言ってないだろ。でも、ワンマンの結果次第でな、チャンスがあるのかもしれないっていうことよね。うん、そういうこと。だから、このワンマンは何としても成功させたい。みんな、頑張って。私たちも協力するよ。ありがとう、ミクちゃん。頑張るね。それでワンマンの準備はもう始めてるの？はい、今は必要なことを洗い出しながら準備を進めているんですけど、調べれば調べるほどやっぱりワンマンライブをやるのって大変なことなんだなって分かりました。ああ、確かにね。対バンとはいろんなことが違うし。はい、時間一つとっても今までは決められた30分程度の枠の中で 3,4 曲やるぐらいでしたけど、ワンマンをやるとなると最低でも1時間以上、そうなると MC を挟んでも8曲くらいはやる必要がありますし、あとは会場を借りたり機材の手配をしたり、告知のためにチラシやアカウントを作ったり、チケットも売っていかないといけなくて。大変そうだね。でもでも、練習だけじゃなくてそういう準備もしっかりやっていきたいよね。プロになれるかどうかもかかってるし、私たちの初ワンマンになるわけだし。そうだよね。いいライブにできるように頑張ろう。さて、報告も終わったところで本腰入れて練習していこうか。どの曲からやってく？完成度を上げたい曲からがいいかな。それもいいけど、その前に今日は通しでどこまでやれるかを試したい。ん？どういうこと？さっきほなみが言ってたでしょ、ワンマンをやるとなると8曲くらいはやる必要があるって。もちろんただ演奏するだけなら普通にできると思うけど、アネモネとやった時みたいな演奏を8曲全部やりきれる？確かにあの時も3曲で息が切れてたしな。特にいっちゃんは弾くだけじゃなくて歌も歌うから大変だよね。でしょ。だからまずはそれぞれがどこまでやれるのかを確かめようと思って。そういうわけで今日は新曲抜いて7曲連続でやっていこう。できたら5曲くらいまでは安定させていきたいな。うん。7曲も通してやるのは初めてだし、ちょっと不安だけど、でもしっかりやりきらなくちゃ。みんなでチャンスをつかむために。これで4曲目。やっと折り返しに来たけど。いちかちゃん、息が上がってる。ここまで全力だったもんね。さきちゃんもちょっとずつリズムがずれてきてるし、私もだんだん手が思うように動かなくなってる。あと3曲を最初の勢いでやりきれるかっていうと。次の曲、行くよ。ねえ、しほちゃん、休憩を入れない？実際のライブでも MC を挟んでお水を飲んだりするし。ほなみ、私が今日見たいのは
みんながどこまでやれるか。練習で全部通しても余裕あるくらいじゃないと、本番で MC があっても絶対息切れするよ。それは大丈夫、私はまだやれるから。私も最後までやりたい。二人とも。わかった、みんなで最後までやろう。それじゃ再開するよ。みんなお疲れ。思った通り最後の方はガタガタだったね。もっと体力つけておけばよかったな。後半になるとどうしても声量が落ちてきちゃうし、疲れて集中力も落ちてくる。うん、私も最後はバテちゃったな。体力的にも精神的にもすごく消耗したね。とりあえず今の私たちの状況は分かった。ここからは練習量を増やして基礎体力をつけるための筋トレもやろう。ちゃんと全力で通せるようになるためにも。うん。あ、どうしたの、ほなちゃん。難しい顔して。あ、その、ここから練習量を増やすってなると、またスケジュールを考え直す必要がありそうだなって。確かにそうだね。バイト入れる日とかもちょっと考えないとな。うん、それにチケットとか機材を準備する時間もちゃんと確保しなくちゃ。練習も増やして作業もってなると想像以上に大変なスケジュールになるかも。いつもよりちゃんと段取りを組んでいかないと。ううん、不安に思ってる時間があるなら動かなくちゃ。みんなでプロになるためにも。